発見 TV プラス、どうも森本健太です。今年の夏、山や海に出かけると元気な子どもたちにたくさん出会うことができました。自然の中で汚れも気にせず遊び回る姿に頼もしさを感じました。そこで今回のテーマは、心が変わる、気になりますね。ここは県北の町、北広島町。森の中から子どもたちの賑やかな声が聞こえてくるぞ。よっしゃー、バンドなった。なんかいい匂いする。木を切っているのは呉市にある昭和南小学校の5年生43人。普段自然と深く関わる機会の少ない子どもたちにとって、このような山の中での作業は日常の生活では味わえない貴重な体験。子どもたちは3泊4日一般の家庭に宿泊しながら、さまざまな体験活動を行うんだ。おいしい。なんでおいしいんでしょう。自分で作ったから。この宿泊体験は県が3年前から継続している事業で、その名も山海島体験活動広島全県展開プロジェクト。自然を肌で感じながら日常とは異なる環境で生活することにより、子どもたちの豊かな心を育もうというもの。今年度、県内の小学校のおよそ7割の328校が実施しており、県では今後全ての小学校で実施することを目指している。自然と出会って、人との出会うことによって、普段学校ではできない体験ができるのではないかなと期待してですね、参加することにしました。体験後の調査では、活動をする前と後で自立性やコミュニケーション能力などが向上。しかも2泊3日よりも3泊4日の方がより効果があるという結果が出ているんだ。1泊の違いで効果に差が出るんですね。親元を離れて過ごした4日間、子どもたちは人の温かさに触れ、受け入れてくれた家族との間にも深い絆ができたようだ。高齢者ばっかりの地域なので、やっぱり子どもたちの声が聞こえるということで元気が出る。受け入れる中山間地域の活性化にもつながりますよね。活動を終え家に戻った子どもたち、保護者も子どもたちの成長を実感しているぞ。手伝いとかをやってはいたんですけども、それがしっかりできるようになったなというところは感じましたね。本人もすごく多分自信になったと思うんですね。おとなしい性格なんですけれども、いろんな体験を通してですね、人と触れ合うのが楽しかったり、話すのが楽しいと感じて、少し自分に自信がついたような気がします。山、海、島という自然を生かした体験活動、県では子どもたちが成長を実感でき、豊かな心を育めるよう特色ある教育を進めていくぞ。みんな表情が生き生きとしていましたね。もっとたくさんの子どもたちにこの体験をしてもらいたいですね。広島県からのお知らせです。9月13日三好市のプラザホールにて世界アルツハイマーデー記念講演会を開催。この機会に認知症について正しい知識を持ち、認知症の人やその家族について考えてみましょう。今年は国勢調査がスマホでできるんです。簡単、どこでもスマートで、サイネイ君みたい。スマート国勢調査広島。次回も水曜夜をお楽しみに。